彫刻赤は、新末、中華民国の政治家。北京政府で養殖を歴任した。字は、唐若、中吉美。号は、石港。地方役人の家庭に生まれる。1902年、巨人となり、1904年、内閣中書に旧大した。1906年、考察政治官の官員に選ばれ、その後、国力を将軍ほど特前の幕僚となった。 国立校では、調査局総弁、財政局改弁などを歴任する。1911年2月、東三省総督鈴霊により、交渉局総弁に任じられた。6月、中央に戻り、統計局副局長に任じられる。12月に、遠征外が南方の革命派と和平交渉を開始すると、彫刻赤は、参議として、東将議に随従し、これに従事した。 中華民国成立後、彫刻赤は、北京政府の戦場局局長、国務院秘書長に任命された。その後も、総統府秘書長、内務部次長などの要職を歴任した傍ら、同郷の副総統、霊元広氏との親交を深めている。この他にも、団基図や情勢省とも親しくなり、縁の皇帝即位前後で団との対立が激化すると、張が、その朝廷に勤めた。 縁の死後は、はじむが大総統となり、団が国務総理となる。彫刻赤は国務院秘書長、農省総長、司法総長などの要職を歴任した。府院の争いの際には、両者と良好な関係にある長が、その朝廷に奔走した。しかし、西原社官が問題になると、農省総長の地位にあった彫刻赤は、署名を拒否したため、 団からの信任を失っている。それでも、暗記派の失脚とともに、朝は再登用された。以後も、団が臨時失勢についていた間を除き、農商総長、教育総長、司法総長、内務総長などの要職を歴任した。中国国民党の北伐により、北京政府が崩壊すると、彫刻赤も下野し、天津にぐる居した。日中戦争勃発後は、 上海に移ったものの、新日政府への参加の誘いはすべて断り、在野で著述に専念した。中華人民共和国成立後も大陸に泊まり、上海文史館会員などとして、解雇録の編集に努めている。1959年1月25日、北京で病没。去年84。ありがとうございます。